オウムガイは、オウムガイもクオウムガイ科に属する軟体動物。生きている化石の一つでもある。触手を伸ばしたオーベソウムガイ柄に入った陶足類で、南太平洋オーストラリア近海に生息し、水深およそ100メートルから600メートルに住む。深海を好むというイメージもあるが、水深が800メートルを超えたところでは、殻が水圧に耐えきれず壊れてしまう。 その祖先は4億5千万年前から5億年前に誕生し、それからの原始的性質を色濃く残した生物とされる。餌を捕食するために90本ほどの触手を使い、触手にあるたくさんのシワで物に付着する。触手のうち、上面にある2つの触手の基部が分厚くなって融合し、帽子のような形状を作りからの口に蓋をする働きを持つ。何かに付着する以外には、 触手を運動に使わない。目は短い柄の先について、外側が平らになった独特の形を持つものであるが、これはピンホールカメラ方式である。すなわち、タコやイカのカメラガンとは異なり、レンズの構造がないため、視力は良くない。水の中に落ちた化学物質には素早い動きを見せる。 イカやタコと同じクロートと呼ばれる器官から吹き出す水を推進力にして体を軽く揺すりながらゆっくりと運動する。主な餌は死んだ魚介類や脱皮した殻などである。俊敏に移動できないのでイカやタコのように生きた魚介類を捕まえて食べることができない。イカやタコとは異なり、牧中の袋は持っていない。また、タコやイカが一年。 もしくは数年で死んでしまうほど寿命が短いのに対し、オウムガイの寿命は長く、十数年、二十年近くも生きると言われるが、それは殻の生成に時間がかかることによって起こる成長の遅さと関係しており、それは殻を完全に耐化させ、成長速度を早めたタコやイカと対照的である。オウムガイの殻は巻き貝のそれによく似て見えるが、内部の構造は大きく異なる。 巻貝の殻は、奥までが一続きでほとんど、奥まで肉が入っているのに対し、オウム貝の殻の内部には規則正しく仕切りが作られ、細かく部屋に分けられている。もっとも出口に近い部屋が広く、ここに体が収まり、それより、奥は空洞である。この空洞の部分には、ガスと液体が入っており、浮力をそこから得ている。このガスと液体の容積の比率を調節することによって、 自分自身の全体としての比重を変化させて浮力の調整をしている。ガスと液体の溶石の調整は弁のような気候的な構造によるものではなく液体の塩分濃度を変化させることによる浸透圧の変化によって水分を核壁内外へ移動させることで行う。そのために海水中での深度調整の速度は他の海洋生物に比べると遅い。死んで肉がなくなると 殻が持つ浮力のために浮かびやすく、海流に乗って長距離を流されることもあり、日本沿岸にもよくその殻が漂着する。等速類であるから、タコやイカに近いことになるのだが、イカとタコには多くの類似点が認められるのに対して、オウムガイは異なるところが多い。そのため独立したアコウに分類されている。殻の形態や構造は、中生代のアンモナイトにも似ているが、 むしろそれより古く、古生代の直角街などと共通の祖先を持つ。直角街の化石は、四巡化石に指定されているが、原世のオウムイと違い、殻は槍の先のようにまっすぐに伸びていた。ちなみに、オウムイが直角街の直径の子孫に当たるという説もあったが、現在では否定されている。現在オウムイの仲間として確認されている種は、オウムイ、パラオウム街。 広べそうウムガイ、小べそうウムガイ、大べそうウムガイ等である。基本的に名前の呼び方はオウムガイだが、たまにオウムガイと呼ぶこともある。日本語のオウムガイは殻を聖域に立てた場合、黒い部分がオウムのくちばしに似ているためにこの名がついたものである。英名はノーチラスで、ギリシャ語で水譜、船舶を意味する。ガスの詰まった。 殻内部の溶石を調節して浮き沈みする仕組みは潜水艇と同様である。そのため、ジュールベルネは海底に万里りに登場する潜水艦ノーチラス号にこの名を使い、またアメリカの原子力潜水艦など現実の多くの潜水艦にもこの名が使われた。イギリスの音響機器メーカーである B&W 社は高級オーディオ用スピーカーの背面からの音の反射を抑えるために ウーファーブをオウムガイの殻の形に似た独特な形状にし、ノーチラスという商品名で販売した。フィリピンのセブ島周辺では食用にする。竹でできたカゴを使い、鶏を餌にして捕獲する。現地では高級食材であり、イカと貝の中間のような味だという。貝殻も土産や民芸品に利用される。ありがとうございます。